皆さんこんばんは。33期生双葉ボール専属姫路うららです。この度は第13回 MK チャリティーカップに応援いただきましてありがとうございます。おかげさまで MK チャリティーカップでは3回目の優勝を迎えることができました。バンザーイバンザーイバンザーイ。まさかのねまさかの最終日ですよ。あの水曜から土曜まで4日間 MK ボール上鴨さんに伺ってたんですけど、水曜の前夜祭も木曜の予選前半5ゲームも金曜日の予選後半5ゲームも本当に合わなくて、レーン分からないし自分の体も分からないし自分の心も分からない、もう全て分からないっていう恐怖の状態に陥っていたので、本当に何度もあもうダメかなって、私もうダメかもっていう、こう心がポキッと折れるってよく聞きますけど、ポキポキ折れ倒してたんですよね。なんていうかテンションをこう上げられない、もうドーンって落ちてました。それがねまさかの最終日の1ゲーム目から話変わってストライクいっぱい出るようになって、あれなんか今日すごいいい感じ、あれちょっと6かなっていう、全然違う3日間と土曜日の1日、これが全然違う不思議な体験をしました。最後まで諦めずに投げられたのは応援してくださってる皆さんのおかげなんです。いつもそう言うから私が、まあ、いつもそうなんで、いつもそう言うからセリフのように言ってると思われるかもしれませんけれどね、本当なんですよ。予選の最終ゲームなんてね、10ゲーム目私36位の通過ラインの下にいたんですよ。多分41から42、4位ぐらいまでのところにいたんです。最後のゲームの時に32位の通過ラインまで20何ピン足らんかったんですよ。それでこのラインが上がったり下がったりこうしてたから、この振り幅からして一番大きく見積もって20ピン上がるとして、私は240打って届くか届かないかだっていう頭で最終ゲームを投げたんです。その時もそんなんさ、それまで170とか200とか180とか210とかしか出てないのに240が出せるわけがないって思っちゃうんですよね、やっぱり過去その今までの経緯を見ると。だから諦めちゃ、あ無理かなって思っちゃうってことですよ。でもね、後ろで見てくれてる、応援に来てくれてる人がもうこうやってこうやってめっちゃ応援してくれてて、もう私以上に祈ってくれてるもう中には見てない人まで、もう私のこと見てないこうなっちゃってもう泣けてくるそのみんなを見ると、私以上にこんなに願ってくれてる人が後ろにいるのに、私が諦めたらあかんなっていう、そういう応援ですよ本当に。それでじゃあ240出すにはどうすればいいか、まあ、ストライク出さないとしょうがないんですけど、でも240出すにはレーンを読む、ストライクを出すには落ち着いて投げる、立つ位置決めて狙う位置決めて投げてみて判断する、そういう、 こう冷静に努めようってできました。本当に皆様のおかげで迎えられた優勝です。改めましてありがとうございます。いや本当に最終日はすごいいっぱいストライクが出ました。予選の木金はレーンが外派や中遅に感じたんですよ。5枚外がねある、それが MK の神鴨の私の印象なんです。過去にも相性が良くて5回大会と10回大会を優勝させてもらってたので、その時ってなんとなく覚えてるのは5枚目を走るボールでまっすぐ投げて奥でバンって曲がるっていう好きなラインなんですよね。だから相性がいいって思ってるんですけど、今回は予選2日間とも外が全然ズルズルやってん、もうそんなところ走るボールで投げようならガタするんちゃうかなっていう、
外に出ていこうとするんですよね。だから手前の着地からもう振って右に動くからオイル多いなって、それでそれをなんとか避けて投げようとしても先もぼやぼやっとしてガンってこう動かない、スーって抜けるから、5枚外がなかったんですよ。それで難しく感じちゃった。逆に中は遅くて手前15枚とかをまっすぐ投げるとわーって裏まで行くのね。その難しい中を外と早から始まって、男子プロが男子さんたちがですよ、こん中からウェ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 全然違う競技を同時に行うじゃない。だからオイルがもうわけわからんねん私今回の予選でね、もう間違いなく、はい、皆さんのおかげで変化しましたからってもう間違いなく証明できる時あったもん言い訳じゃないからって。あのね、レーンを移動してさっきのゲームで8枚目を投げてたから、レーンを移動した時に8枚目を投げたの。そしたら遅かって、2枚分ぐらい遅いなって。で1フレ8枚投げて遅い、 2フレ8枚投げて遅い、ほんで3フレ目にこの感じじゃ1枚寄ったぐらいじゃ足りないなと思って10枚を投げてみたの。それも立つ位置も平行に2枚じゃなくてもうちょっと4枚ぐらい、投げる位置2枚変えて立つ位置を4枚ぐらい変えてるわけね。それでターキーくんねん、3フレ4フレ5フレ、これは10枚を投げてるわけですよ、立つ位置も変えて。それで6フレ同じように10枚を同じターキー来たところを投げるやんか、そしたらなビューンって抜けんねん。えっなんでみたいな、今の何みたいな、さっきまでここハンって遅いレーンにあったからガンって帰ってきてターキー来てる、同じところを同じように投げれたって自分で思うのに、ワッて右に持ってかれて、なんか1番ピンに当たったけど2番ピン絡みのスペアが残った、これスペアしたんですよ6フレに。今の何やったんやろうって、ちょっと押しすぎたとかリリースの違いがあったのかなと思って、7フレ目にもう1回10枚を投げるんですよ、同じようにターキーが出たところを投げるように。今度はちゃんと投げた確信がある、またわって右に持ってかれて、またな2番ピン絡みのスペアが残んねん。嘘やろみたいなこのさ5フレまでと6フレの間に何があったのっていう。ほんでいやでももう明らかに10枚が早くなってるわけよ。ほんでしょうがないから最初に投げた5678フレにもう一回8枚に戻ってんやん、ストライクやねん。不思議やってん。ほんで8フレ9フレ10フレは8枚を投げて、またストライクスペアストライクかなんかあったんですけど、だからノーミスのターキーかなんかのゲームやったと思うんですよ。事実一緒に投げてる間でレーンが変化するってことね。でもそれがチャレンジマッチや女子だけのトーナメントではワンフレームで突然2枚差なんか起こらへんねやんか。だからつい男子のせいにしてしまいたくなる。あんまり今までは一緒に投げるメンバーによって変化を恐れるってことはなかったんですよね。なんでかっていうと誰が投げていても誰が投げていなくてもレーンは変化するものだから、あんまりそこにこだわらずにもうその時その時自分の投げたコースを見て判断しようっていうふうに諦めて思っているので、でも今回はそんな風に感じるようなゲームがあったんで、さらに難しいの。つまりなんで、すごく難しかったんですけど、そう最後のゲームでみんなが祈ってくれてて240点が出て32位に引っかかった、はあ、興奮しすぎやな。ちょっと振り返りって書いてある、振り返りやけどちょっと振り返りすぎてない、大丈夫、ユニフォーム着てるし今から投げ出すかもしれない思い出しすぎて
昔からその私が足くず時代からね声をかけてくださる優しい先輩ですけど、同じボックスで次もう一回アルファードにするか、だからオデッセイオデッセイエルグランドエルグランドって来てたからスーパーゲートでもないしビッグゲートでもなくてゲートワン